旗巻峠の戦いは、母親戦争時、仙台藩と相馬中村藩の境にある要所をめぐって行われた、新政府軍と旧幕府軍との一連の戦いの総称である。戦いの結果、旗巻峠と駒ヶ峰は新政府の制圧するところとなり、仙台藩は母親戦争において、初めて領内に新政府軍の侵入を許した。仙台藩は、 数度にわたり、奪還のための兵を送るが、いずれも失敗に終わって反論は幸福へと傾く、ことになる。新政府軍進路マイナス8月7日、時点、駒上ね、畑巻峠の位置関係外略図慶応4年8月7日、仙台追悼総徳史上高唄率いる、新政府軍は、平方上陸から相馬中村藩の幸福に、至るまでの岩木の戦いを終え、 中村藩の中村城に入城した。中村城に入った兵力は3000名ほどであり、仙台藩を単身で攻めるには、兵力が不足していた。当時、新政府軍は、北越戦争に大兵力を投じており、新政府軍は、援軍として、新編成の徴兵隊を編成していたものの未だ、最初の一隊を編成し終えたところであった。西の日本松城には、 同規模の兵力を持つ白川口方面軍がいたが、8月7日、時点の白川口方面軍は、身動きが取れない状況にあった。それは、東京の新政府大都督府と、現地指揮官との意見の対立が原因であり、新政府大都督府の大村松次郎は北上して、市場の軍と共同して、仙台藩を攻める戦略を主張。 板垣大輔、伊地地正春ら現地指揮官は単独での合図攻撃を提案してお互いに譲らない。大村が折れるまでまだ若干の日数を要した。こうして手持ちの戦力でやりくりするしかない四条軍だったが四条は参謀、木梨誠一郎、河田明夫との協議の末、白川口方面軍を待たずに単独で仙台藩に攻め込むことを即日で決定。 積極果敢な判断をした、市場だが、この時点で、市場の軍は北に突出し、すでに西の白川口方面軍と連携が取れない、位置に進出していた。大戦合衆が著作中で指摘しているように、一度、大敗すれば、っこ撃破されかねない、危険性があった。また、徳川家家職の海軍副総裁、榎本武明の率いる榎本艦隊も、 江戸共和国建国に向けた動きを見せており、太平洋沿岸の政界意見においても不安があった。元は、藍津藩、庄内藩の朝敵斜面を目的として結成された奥上津列藩同盟だが、長州藩士、セラ修造の殺害によって、新政府との対決に大きく、舵を取り、北方政権の樹立を目指していた。仙台藩は、 実質国高百万国とも言われる国力と、林王寺宮公元法神皇を領内に迎えた、ことから名手となる。仙台藩は、名手として、北越方面、秋田方面、白川口方面、岩木方面に兵を送っていたが、旧大依前の兵装、戦術だったこともあり、各地で敗北を喫した。岩木は、全域が新政府軍の支配下に入り、 白川口方面では、須賀川に泊まって、白川城奪回を狙っていた合津藩、仙台藩、二本松藩の部隊があったが、森山藩、三春藩の寝返りによって敵中に孤立し、合津藩経由で仙台藩への撤退を余儀なくされていた。奮闘していた二本松藩は本城を落とされ、合津藩は直接進行可能な位置に新政府軍を迎えることになった。 仙台藩の中村城という仙台領まで 7km という位置に新政府軍が入り、新政府軍の領内進行はもはや現実的な脅威だった。中村城からは陸前浜街道が仙台藩に向けて伸びており、街道は半境で駒ヶ峰を通過する。駒ヶ峰はかつて伊達政宗が相馬市から奪った要害であったが、 今回は新政府を防ぐための重要防衛拠点となった。中村城の北西には標高260メートルの旗巻峠があり、旗巻峠からは中村城を眼下に一望できる上、峠を駆け下りれば、一息に中村城を強襲できる位置にあった。仙台藩は駒ヶ峰と旗巻峠の二箇所を重要な拠点と定め、それぞれに兵を配置した。 長州藩を中心に各藩兵及び降伏したばかりの中村藩兵によって構成される約3000名。司令官は市匠であり、その下に実戦指揮官の木梨と川田の量産棒がついていた。引き入られる兵力の内訳は長州藩800名、福岡藩400名、広島藩400名、鳥取藩300名、津藩100名。 熊本藩500名、長兵7番隊2 0 0から500名、久留米藩不明。加えて、降伏したばかりの中村藩兵5小隊、一包隊が新政府軍に組み込まれ、中村藩の農兵、軍部合わせて2800名を編成中だった。仙台藩は駒上峰に、駒上峰総督の石田正鹿を2000の兵と共に、配置。 他にも中村城の北西にある標高二百六十メートルの、畠巻峠に、元吉軍松岩領主のあゆかい太郎平を千二百の兵と共に配置、白川口から連戦を続けるカラス組の細や、直火でも副参謀として加わっていた。畠巻峠からは、中村城を眼下に一望できるため、新政府軍が駒ヶ峰に兵を動かせば、中村城へ強襲するか、もしくは、 駒ヶ峰の援護に回って、新政府軍を攻撃する役割が与えられている。仙台藩は他にも、武装、戦術を溶化した、学兵隊を、星潤太郎の下で編成つつあったが、未だ兵備の途中であった。代わりに、駒ヶ峰への協力は、元米銃の一部の供給とアームストロング法の対応を行った。また、仙台藩は、 中村藩の降伏の動きを察して、中村藩を牽制すべく、北西 2km の黒木に一部兵力を集結させていたが、中村藩の降伏と新政府軍入場は迅速であったため、7日の時点で黒木に集結した仙台藩兵は新軍か退却か、方針を決し得ない状態だった。仙台藩兵の特徴仙台藩は62万国の大藩であり、 実国高は100万国にも及ぶと評されたが、新田開発によって得たそれらの土地は一門や重心の地行地が多くを占めていた。藩が動かせる兵力は7000名程度と評価されていたが、藩一門らの教室する兵力は、指揮系統が統一されておらず、兵装と戦術も球体依然のままだった。これまでの敗戦から仙台藩も不足を把握し、 機体兵隊の編成と同時に、洋式銃の購入を急いでいたが、粗悪品を売り付けられるなど成果ははかばかしくなかった。戦術においてはこれまでの交戦により、砲撃の被害を最低限に抑えるため、3回戦術を取るようになっていたが、未だ銃器の多くは、ひなわ銃をはじめとする前装式の銃が占めていた。7日、新政府軍は、黒木の先代判兵に向け、 降伏したばかりの中村藩兵に攻撃を命じる。中村藩は、岩きの戦いの終結までは、仙台藩と肩を並べて戦っていたが、今度は新政府軍の一員として奮戦する必要があった。中村藩は五小隊と一致包隊を持って、黒木へ向けて進撃。これを迎え撃つ仙台藩兵は、中村藩の降伏で士気が上がらない上、 そのかつての遊軍の攻勢を受けて、戦意を崩壊した部隊が多発し、戦わずして、多数の部隊が退却。遠藤和悦の率いる三小隊だけが残されたが、この三小隊は戦意を失わず、踏みとどまって、中村藩の攻勢をよく防いだ。この、遠藤の働きに一時は交代していた残余の、仙台藩の部隊も引き返し、反撃を受けた。 中村藩は苦境に陥る。中村藩不利が鮮明になったところで、中村城から、長州藩と長兵隊が救援に出撃。黒木の仙台藩兵は荒手を支えきれず改装し、仙台藩国境まで撤退した。この戦いにおいて、新政府軍は黒木まで前進し、仙台藩兵は国境に兵力を集結させた。両軍の死者は、中村藩が死者5名。 徴兵隊が一名。仙台藩では五名の死者を出した。新政府軍は確保した黒木陣を置き、福岡藩と中村藩兵に駒ヶ峰の南にある市域までの前進を指示した。9日、両藩は市域まで前進。市域は駒ヶ峰の目前にある土地であり、高台となっている地点から駒ヶ峰への砲撃が可能であったため、 器具を覚えた仙台藩兵は両藩へ向けて攻撃を仕掛ける。駒ヶ峰を駆け降りての仙台藩の構成は数も勢いも仙台側が上回り、両藩はたちまち主勢に立たされた。その救援の使者を受けた新政府軍長兵隊は兵を2分して本堂と感堂を前進。仙台藩兵は感堂の高台と本堂から現れた敵増援によって 方位の危機に立たされ、周囲の民家に火を放ちながら退却した。翌10日には、西の旗巻峠から、仙台藩兵が進出し、黒木の北 1km の大坪に姿を現す。駒上根方面へ進出した、新政府軍の後方を格乱するための一部隊での襲撃であった。本来は、白明前の到着を起としていた仙台藩兵だったが、 山間の道をたどるのに時間を要して、大坪への到着は午前8時。朝方の構成となり、新政府軍の不意をつくことには失敗していた。それでも新政府軍への後方を脅かすために、定地であった大坪へ降りていった。新政府軍でこの地域を守備していたのは、中村藩の一小隊のみであったが、 中村藩兵は大坪が定地であることを嫌って、村落東の高台に陣を構えていた。旗巻峠から闘神を続けてきた仙台藩は、結果としてその真正面に進出した形になる。たちまち高台からの狙撃にさらされる、仙台藩兵であったが、相手が少数ということもあって、中村藩のこもる高台へ向かう。しかし、攻め上った者の守りは固く。 攻めあぐねているうちに新政府側に援軍が到着する。まずは黒木から徴兵隊が駆けつけ、ついで地域からも新政府部隊が接近するに及んで、仙台藩は攻略を断念。大坪の西へと退却し、畑巻峠に集結して、再び新政府軍の隙を伺うことになる。合流した、新政府軍は山地に逃げ込んだ。 仙台藩兵を追わず、それぞれの陣地へと戻っていった。11日、新政府軍は、駒ヶ峰の攻略に乗り出す。新政府軍を目指すところは駒ヶ峰を抜けて、北2 5トルにある新地であり、そのために、駒ヶ峰に砲撃可能な市域の高台へ、各藩の砲兵を集結させ、長州藩の一中隊と熊本藩が頃合いを見て、 駒ヶ峰へ進出する構えだった。また、駒ヶ峰東の海岸沿いに、福岡藩、鳥取藩を配置し、駒ヶ峰西の 2.5km の菅谷には、長兵隊と久留米藩を排して三方から攻め上がる、戦略を立てていた。仙台藩の防衛線の疲弊を新政府軍は、気としていた。中村藩兵は、先導役として一小隊ずつ、それぞれ三隊に配置され、 今回も、対仙台藩の戦闘に立つことになる。予想される旗巻峠方面からの敵増援に、対しては、黒木へ至る感動に、中村藩、広島藩、津藩、長州藩から部隊を引き抜き、その動きを塞ぐ形になっていた。仙台藩は目前に展開した、新政府軍に合わせて海岸沿いの今泉、駒ヶ峰、ね、菅谷、そして、 駒上根と菅谷の中間にある、総禅堂二陣を構えて、新政府軍を待ち受けていた。仙台藩はこれまでの経験から戦術を検討し、強壁を設置し、浅く残壕を掘っていた。だが、総禅堂への兵の配置は、やや手薄になっており、仙台からの増援を待ちつつ防衛線を構築しようとしていた。午前6時、新政府軍の市域から、 駒ヶ峰関門に向けて一斉に砲撃を開始した。砲撃は、命中精度が高く、関門の左大門、右大門とも芝叩く間に打ち破られた。仙台藩も、駒ヶ峰北の高台から砲撃を返すが、砲撃の密度の差が激しく、多くの仙台藩兵は残壕に身を隠すしかなかった。新政府軍は、仙台藩兵の迎撃が微弱なことを確認して3。 方に分けた部隊を前進させる。原釜から海岸線に沿って北上を始めた福岡藩と鳥取藩だったが、興軍中の田畑はその日、沼地と化しており、新軍に手間取っているうちに体制を立て直した今泉方面からの反撃を受けることになった。両藩は砲撃を返すものの、不評が父として前に進まないために効率がはかばかしくなかった。 しばらくして両半は、海岸線に近づくほど泥が深いことに気づき、進路を西寄りに変更する。再度前進を始めた両半だったが、今泉への前進は、地性と反撃に遮られて、なかなか思う通りには進まなかった。打つ手が尽きた両半は、無理をせず退却を決断し、砲兵の援護によって安全に腹構えと引き上げた。 総前道の西には菅谷村落があり、そこにも仙台藩は守備隊を配していた。ここを攻略するために配されたのは、久留米藩と長兵隊で、午前の砲撃とともに、菅谷に向けて攻め上がるが、菅谷村落に第一陣地、その北の高台に第二陣地を構えて迎え撃つ仙台藩の体制は万全だった。新政府軍の構成は、守備陣地を前に進撃を阻まれ、 午後2時まで、降着状態に陥る。新政府軍は菅谷方面の苦戦を連絡し、増援を待つ。その応援の要請を受けたのは、畠巻峠からの襲撃に備えていた津藩100名だった。津藩は畠巻峠からの敵兵が一向に見えない、ことから、本隊の応援を決断。相馬中村藩一正隊を伴い、午後2時、菅谷に到着する。津藩を加えた。 菅谷方面は直ちに攻撃を再開し、津藩と中村藩兵の迂回攻撃が功を奏して、仙台藩兵はようやく後退を開始する。こうして、菅谷村落陣地を手に入れた新政府軍だったが、仙台藩兵は第二陣地の高台によって射撃を続け、新政府軍は菅谷陣地で足止めを余儀なくされた。こうして、東の海岸線、西の菅谷が、 公着状態に陥った新政府軍だったが、本堂方面を狙う長州藩は、地域の高台から仙台藩の急所、双善堂の手薄な守りを見抜いていた。特に脆くなっているのは、双善堂と駒ヶ根の間の高台であり、長州藩一中隊は直ちに高台に向けて、攻勢を開始する。長州藩の連度の高い攻撃は、岩木の戦いにおいて、 戦況を決する一撃となったが、この駒ヶ峰でも、同様に、仙台藩は、こうすることもできず突破された。長州藩は高台を制圧し、東の駒ヶ峰本陣を、側面から直接攻撃を開始。仙台藩主機関、石田正隆は、予備隊を投入するなど駒ヶ峰を守ろうとするが、混戦となったことから白兵戦に加わってきた。 新政府軍砲兵隊の攻撃を受けて次第に後退していく。特に戦闘に立つ中村藩の誘導が的確であった。仙台藩は、宇多軍、駒峯領主、宮内長十郎の館を守るべく反撃を続けたが、黒木の戦いで奮戦した参謀の遠藤和悦は、膝を打ち抜かれるなど怪我人、死傷者を多数出して退却を始める。新政府軍は、 宮内長十郎の館を占拠。仙台藩を追撃し、有刻に戦略目標の新地へ到達した。本堂方面が破られたことは、仙台藩の敗北を意味する。海岸戦では、福岡藩と鳥取藩が、駒峰方面の火の手を見て、本堂での勝利を知ったため再び、今泉方面へ向けて出撃した。それを迎え撃つべき、仙台藩兵は、 駒ヶ根疾患に動揺して、退路を断たれるのを恐れて退却したため、両藩は、戦闘によらずして今泉までの進撃を果たし、守備兵を置いて、原釜に戻った。菅谷方面では本堂を制圧したことと、一向に旗巻峠から襲撃がないために、広島藩兵が合流。新政府軍は荒手を加えて菅谷第二陣地まで、攻めのぼり。 戦意を喪失した仙台藩兵の退却によって菅谷、方面の戦いも終結した。戦いの後本戦闘は、砲撃から白兵戦に至るまでの激戦であり、新政府軍の死者は26名、怪我人は160名を数え、仙台藩の死者は32名、怪我人78名を数えた。新政府軍は、とうとう、仙台藩領に進出し、 占領した駒ヶ峰に兵力を集結させた。仙台藩はついに領内へ新政府軍を迎えることになり、大きく動揺する。これまで、仙台藩の戦闘は、多藩領での戦闘であり、退却を繰り返していたが、新政府軍のいる位置はもはや退くことのできない地点だった。特に新政府軍は徴兵制を始めたばかりであり、 中村藩の農兵のような増援が予測できるだけに、一刻も早く総力を持って、新政府軍を領内から叩き出す必要があった。だが、東北戦争に共通した特徴として、仙台藩の戦略は鈍重であり、この戦闘において旗巻峠の部隊を動かすことが、できなかった。駒ヶ峰を失った仙台藩は駒ヶ峰北の坂本に集結していたが、 駒ヶ峰を新政府の手から取り戻すべく、奪還のための出兵を軍議において決定する。旧幕軍の春日左衛門のの指揮する陸軍隊六将隊も加わり、約三千名となった仙台藩の戦力は三隊に分けられた。駒ヶ峰、総前道、今泉を同時に攻めて、新政府軍を釘付けにした上に、旗巻峠のあゆかいたろう平の兵を動かして、 駒ヶ峰の後方から新政府軍拠点の相馬中村城へ攻め込むという戦略を意図していた。構成の開始は部隊編成が整う16日と定められた。新政府軍総督の史上は仙台追悼総督の役目を持って仙台藩と交戦していたが、13日に大総督府から大追島平方口総督という新たな役目を受けた。 これは、仙台藩のみならず、奥上津列藩同盟を戦略目標とする方針転換であった。大総督府はその役目を果たせるように、全20回、総勢1万名に及ぶ大規模な兵力増強を決定したが、この時期はいずれも編成途中であり、新政府軍は、現有戦力のまま、仙台藩の攻勢を迎え撃つこととなった。16日、かねてからの予定通り、 仙台藩平は坂本から駒ヶ峰に向けて出陣した。三体に分かれて前進する様子は駒ヶ峰北の新地を紹介する新政府軍の石膏の知るところとなり、新政府軍もそれぞれ配置につく。この日、前線にいた部隊は、熊本藩と久留米藩であり、駒ヶ峰東、海側の藤崎には、熊本藩が入り、久留米藩は、 駒ヶ峰の陣で防御を固めた。しかし、久留米藩の兵力では、駒ヶ峰の西の山側の地域に配置できず、駒ヶ峰の西 1km から先には、兵が配置されていなかった。三体に分かれた仙台藩の内海側の部隊は、藤崎の熊本藩と交戦する。藤崎は低地であったため、熊本藩は上からの射撃を受けたが、熊本藩は、 強壁や樹木に隠れ、後方からの援軍を待つことにした。降り始めた雨によって、ひなわ銃を中心とした仙台藩の火力が落ちたのも、熊本藩を落ち着かせることにつながった。一方、駒ヶ峰の久留米藩は、仙台藩の2部隊の襲撃を受けて苦境に陥っていた。仙台藩の山側の部隊が、駒ヶ峰よりに進路を変えたため、元から駒ヶ峰を目指していた。 中央部隊と、ほぼ並列して前進。殺到した2部隊によって、久留米藩は一時陣地の保持が、難しい状況となる。仙台藩の先陣を行く、西山県渡るの隊は、駒ヶ峰の番章を抜き、外郭を制圧、火を放って、久留米藩兵の一部が改装を始めるなど駒ヶ峰の、ダッシュまであと一息のところまで迫ったが、折しもの雨はこの頃には、 大雨となっていた。火星はたちまちに弱まり、仙台藩のひ縄は銃、大砲を中心とした火力は激減。豪雨の影響を受けない後操縦を用いた、新政府軍は過労死て陣地を維持した。午後3時ごろ、到着した長州藩領上中隊、岩国藩正義隊中隊が援軍として、久留米藩を支援。長州藩は駒ヶ峰に増援に入り、 岩国藩兵は西側を回って仙台藩の側面を突く動きを見せる。岩国藩の横撃は仙台藩の防戦に直面しながらも着実に仙台藩の欲を圧迫した。駒ヶ峰は長州藩の到着によって盛り返し仙台藩は二面に敵を持ったことで動きが鈍る。そこへ新政府軍に鳥取藩兵に正体が到着しこれを機に久留米藩 長州藩は後世に移ると、仙台藩はこらえきれずに改装。駒ヶ峰の北北西 4.5km の福田にまで追い立てられ、その日の軍事行動を断念した。一方、参戦が期待された仙台藩の旗巻、峠方面軍だったが、旗巻峠のあゆかい太郎平は派兵の要望を受けたものの、主兵1200名を総動員しての攻撃には難色を示していた。 結局、旗巻峠を守る役目を優先し、この戦闘に参戦させた兵力は、細谷直秀に引き入させた、数称隊だけであった。この、あゆかいの判断に対して大戦田氏は,は、駒ヶ根方面にこうして、大軍を動かすべきなのに、義務を果たすためだけの少数の出兵を出したと、指摘している。細谷の引きる部隊は旗巻峠の麓にある初野へ、向けて、 軍を進めたが、旗巻からの攻撃に備えて配置された鳥取藩に、正隊と相馬中村藩に正隊に遭遇、交戦を開始する。細谷はカラス組を率いたゲリラ戦で新政府軍を苦しめた経験がある戦合者であり、初野に新政府軍を見つけるや、高地に登って、上から攻撃した。新政府軍4小隊正は、一方的に射撃にさらされて、初野を放棄。 東に約700メートルに退いて高地に登り、再び仙台藩を迎撃しようとした。細谷は、初野に火を放った後に再び新政府軍へ向けて前進。その後勢に押され、鳥取藩、相馬中村藩とも一時は再度交代の瀬戸際に立たされる。しかし、新政府軍に鳥取藩の4小隊が増援が到着。八小隊と倍増した。 新政府軍は踏みとどまった。さらに、これに加えて、初野の東にある黒木から、広島藩が増援に到着したが、広島藩は、急ぎの、あまりそのまま平地に部隊を展開させたため、細谷はこれに攻撃を指示。広島藩の前進も阻まれて、新政府軍苦戦の戦況は変わらなかった。この予想外の苦戦に新政府軍は素早く対応する。 津藩平は駒上の絵の増援のために北に進んでいたのだが、黒木の北に進み出たところで、初野の細谷隊への攻撃命令が下り、転身着せずして回り込む形で、細谷隊の左側面に進み出て、一斉に射撃を浴びせかけた。細谷隊は、不意をつかれ同様、雨足が強くなっていたことから反撃も、ままならず、結果、 多数の死傷者を出しながら旗巻峠へと撤退していった。この戦闘による戦死者は新政府軍が3名に、対して仙台藩は38名。仙台藩が優勢に戦いを進める局面もあったが、仙台藩の下記は射程と殺傷力で劣るために新政府軍に接近して使用せねばならず、常に死傷者が続出した。また、新政府軍には、 乱邦医赤関,関西をはじめとした治療のための人員が随行していたため、戦勝からの死者をある程度抑えることができた。仙台藩の場合、戦勝者は後方の拠点仙台まで連れ帰って処置する必要があり、前線に張り付いたまま適切な治療を施されずに死亡する藩士もいた。駒が峰の襲撃を退けた新政府軍は配置えを行う。 駒ヶ峰東の海側の今泉には、熊本藩に代わり、津藩が入り、洋の駒ヶ峰には、長州藩、駒ヶ峰の西には、福岡藩、さらにその西方には、中村藩平と東西に広く、陣地を形成し、その後方に、残りの部隊が補助として入っていた。畑巻峠に対しては、麓の初野に、鳥取藩御招待が備えとして置かれ、注意を払っている。 また、16日に、津藩176名、19日に、四国から、大ハ藩に招待が加わったことでその数を増していた。仙台藩は、攻勢が失敗が終わったが、再度の攻撃を起としていた。作戦は先日と同じく3部隊に分かれて、駒ヶ峰を正面左右から圧迫し、旗巻峠からの攻撃も加えて、新政府を改装させようというものだった。 仙台藩の兵力は、前回の攻撃と変わりなく、攻撃の成功は旗巻峠からの増援と各隊の、奮戦にかかっていた。20日、雨天の中を、仙台藩3部隊が前進を開始する。仙台藩左翼、海側の部隊は、鈴木直樹、茂庭はサブロに引き入られて今仙北の釣島を通過、今泉の新政府軍へ向けて、攻撃を開始した。 今泉を守っていたのは津藩271名だったが、防衛線の広さと後輩が沼地になっている地の不利もあって、仙台藩兵に対して防戦一方となる。津藩の古軍区等は続いたが、午後3時に増援されたばかりの大津藩に正隊が到着。さらには、西の駒上野方面から、長州藩が援軍を回したために一挙に、新政府軍が優位となり、 仙台藩兵は、今泉の攻略を諦めて釣り浜へ向けて、退却を始める。新政府軍は後退する仙台藩兵を追撃し、散々に追い立て、釣り浜と今泉の中間にある、大戸浜には駒ヶ峰からの増援部隊が現れる、ことで、仙台藩は退路を遮断された上に攻撃を受ける、ことになった。海側の仙台藩兵が受けたこの日の被害は、 壊滅的なものだった。駒ヶ峰へと向かった仙台藩の中央部隊は、仙台藩兵と旧幕府の陸軍隊によって構成されていたが、仙台藩兵の特徴として、有力重心が兵を強出して、軍を構成しているために指揮系統が煩雑であった。そのために、駒ヶ峰の北方に展開するにあたって手間取り、時間を空飛した。一方、 旧幕臣のカスガヒ門リエモンの率いる陸軍隊は統制が取れていたため仙台藩を尻目に単独で前進。新政府軍の前哨陣地を一周すると追走してきた仙台藩、今井小太郎の部隊と共に駒ヶ根本人へ向けて攻撃を開始した。だが、この駒ヶ根本人にこもっていたのは長州藩であり、 新政府の戦力で最も精強な部隊であったために、陸軍隊も、その防御を崩せない。さらに、新政府軍に増援として、岩国藩一中隊が加わって、その守りは万全となって、陸軍隊と今井隊のみでは、攻略が不可能となっていた。しかも、仙台藩の後続の部隊は、 駒ヶ峰西側の攻防に参加していた上、防戦一方となっていたために、陸軍隊と今井隊への増援は見込めず、両隊は駒ヶ峰の攻略を断念して退却した。駒ヶ峰西側の陣地で守備していたのは福岡藩だったが、仙台藩の中央部隊の大半が西側陣地攻略に動いており、大軍を相手にすることになった。福岡藩は奮戦し、 かろうじて戦線を維持しながら、周囲の部隊へ援軍を要請。すぐさま、長州藩の一部と広島藩が来園し、仙台藩兵を撃退した。仙台藩兵を尻けると、長州藩と広島藩の部隊はその陣地に止まることなく、移動を続け、さらに、仙台藩兵の横に出て側面への攻勢に移る。仙台藩は駒ヶ根本人に向かわせる予定だった。 後発後正体も西側に回したが、新政府軍の攻勢を抑えることはできず、押されるがままに、東へと交代を始める。仙台藩兵は新地まで押し返されると、もはや北方へ退却するしかなかった。この際、新政府軍の一部隊が海岸線の部隊の援護に、向かい、大戸浜に現れて、海岸線部隊を壊滅させた。仙台藩の西側の部隊は、 伊達勝三郎、金須内蔵の進むに引き入られ、総前道方面に攻勢を仕掛けた。新政府軍で守りについていたのは、福岡藩と中村藩であり、少数で広範囲に参加して、偵察に当たる中村藩の背後には、熊本藩が詰めていた。接敵した中村藩は、熊本藩への援軍を求め、熊本藩も、 支援のためにすぐさま、相馬中村藩へ援護に向かう。しかし、仙台藩は、相馬中村藩ではなく、福岡藩方面へ兵力を傾けていたために、中村藩兵のみで撃退が可能であり、中村藩の要望により、福岡藩方面へ、熊本藩兵は転身。仙台藩の右側面に突き刺さると、仙台藩兵の繊維は衰え、午後4時には北東へ、逃走した。 熊本藩と中村藩の両藩はさらに中央の駒上根への支援のために移動を開始するが、その頃には駒上根の仙台藩兵はすでに敗走中であり、総前道方面の新政府軍はこれ以上の戦闘をすることなく引き上げた。畑巻峠の仙台藩首相のあゆかいは、駒上根の部隊から強く要望されたにもかかわらず、派遣した部隊は2招待のみだった。 旗巻峠にはアームストロング砲が備わっていたが、これは仙台藩の妖日部隊である核兵隊から無理を言って借り出したものであった。仙台藩は旗巻峠から砲撃しつつ、二小隊を総前道方面に進出させるが、不評攻撃と連動するなどの効果的な運用をまるで行わなかったため成果はない。派遣された二正隊は佐藤区内率いる部隊が、 鳥取藩兵を交代させるなど奮戦するものの、弾薬も突き果て、畑巻峠に引き返すしかなかった。こうして、第3次、駒ヶ峰攻防戦は、いずれの局面も仙台藩の敗北に終わった。この戦いでの戦死者は新政府軍が12名を数えたのに対して、仙台藩は98名にも及んだ。これには、海岸側で逃げ場なく攻撃され、 海に飛び込むしかなかった仙台藩兵の歴史も含む。二度挑みながら、損害のみを得て撤退せざるを得なかった仙台藩では、幸福論が持ち上がり、反論に不一致が目立つようになってきた。幸福を支持する声にしても、列藩同盟の名手としての義務という藩としての教示、軍備の整った、学兵隊の存在と、20日に、品川から仙台を目指して出港した。 江本元艦隊の存在により、主戦派と明確に対峙できるだけの数にはならず、主に藩主、伊達義国への働きかけにとどまっていた。なお、この間に、下手渡し藩の配信行為が発覚し、8月14日に、下手渡しに兵を送って、陣屋を焼き払っている。しかし、その直後に、下手渡しに到着した柳川藩。 徳島藩などの新政府側の援軍との戦闘に敗れて25日には下手渡しから撤退した。一方、新政府軍では前線の板垣大輔と大村松次郎との方針をめぐる論争が決着し、板垣らの希望通りに日本松城から賛道を進んで合図藩を攻めるボナリ峠の戦いが21日から始まっていた。これにより、 白川口方面の新政府軍は、ほとんどが合図へと向かい、福島藩から北上して、四条軍と共に仙台藩に当たる見込みは、完全になくなった。四条軍は駒ヶ峰を制圧したとはいえ、広大な仙台藩領を抑えるには貨幣であり、後方から続々と来園中の部隊を待つことにした。そのため、旗巻峠の戦いが起こる9月10日まで、 双方大規模な軍事行動は起こしていない。仙台藩の首脳は奥越列藩同盟結成の契機となったセラ修造の暗殺を機に主戦派が多くを占めるようになっていたが敗北が重なるにつれて幸福強順派が息を吹き返し仙台藩内に多くの治行地を持つ一門から次第に幸福を求める声も出始めていた。特に強行には僕、 強順を主張して、中央を追われた、遠藤サ信はひたたれをまとって、毎日のように、吉国の元を訪れて、幸福を進言。主戦派の松本カナメラは、その、遠藤の動きに憤き通りを覚え、強順派への攻撃を試案していた。一方、直接交戦して、戦いに身を置く、者同士でも、和平を模索する動きがあった。中村藩は、反省立以来、 仙台藩とは対立してきた間柄だったが、この戦争では新政府軍との交戦、新政府軍に属してからの仙台藩との交戦で、多くの兵を失っており、農民の徴兵と物資の挑発によって藩は、疲弊しきっていた。二十四日に、中村藩家老の佐藤官兵衛は宴席であり、仙台藩の中で奮戦する、古才領主の佐藤区内に降伏を進める手紙を、 届ける。白川口、畑巻峠と常に最前線で戦闘を続けてきた佐藤区内は、戦況の不利であることと、地元の民衆からも戦争を忌避されて、兵糧の調達さえ困難であることは承知していたため、隣接する渡り軍領主で、仙台藩一門の重鎮、伊達国重に強順降伏を解き、伊達上実の末裔として、主戦派を自負してきた。 東五郎もそれ以後は標準降伏派に回る。26日、米沢藩から死者として、きなめりかなめ、堀尾補助両名が訪れる。両名は、米沢藩は、降伏に動いており、本領安堵を含む寛大な処置があるだろうと、仙台藩にも標準降伏を勧めた。米沢藩は、仙台藩と並ぶ奥越列藩同盟の名資格で、あり、降伏派は一時勢いづいた。 だが同日、仙台湾に、榎本武明の艦隊が入港したことで、主戦派はたちまち降伏派を封じ込める。榎本艦隊の来園は、仙台湾にとって、待望の戦力であったが、期待に反し、実際のところ、仙台湾東名浜に入った、榎本艦隊は台風によってひどく損傷していた。品川出港時は海洋をはじめとする四隻の、 軍艦と四隻の輸送艦に二千名の兵士が乗り込んでいたが、調子置きで遭遇した台風によって、輸送艦一隻が沈没し、もう一隻は漂流の上に新政府に打破されていた。他の艦船も同様の被害を受けており、機関海洋にしても火事が壊れ、転覆の危機を乗り越えて、ようやく到着するありまだった。また、 強力な海軍の存在は新政府軍の平方上陸直後なら戦略的に活用できたが陸路の輸送経路が確立された今来園しても新政府にとってそれほどの脅威とはならなかった。それでも江本をはじめ土方俊三、渋沢誠一郎、フランス主官、ジュール・ブリュネラの到着は仙台藩を勇気づけ主戦派は勢いづく。折しも、 非対兵隊の軍備も整った上、江戸から松倉良介が、ライフル銃1500丁、三重にいい銃1375丁の調達に成功。ようやく兵装も整いつつあり、江本元らを交えて軍議が開かれることになった。しかし、軍議は、江本元らと、松本金目ら主戦派が決戦を主張するのに対し、東五郎をはじめとした一門重鎮らは揃って、 幸福を主張したことで物別れとなる。9月4日に米沢藩が幸福したことから、標準幸福論はようやく勢いを得て、3日間にわたって両者は吉国の前で論争したが双方譲らず結論には至らなかった。豪を煮やした幸福派の遠藤は帰宅中の松本を狙う資格を送ったが、松本が城内に泊まったために、 これを逃れた一幕もあった。仙台藩は包囲された合図を救うことも、自ら降伏もできないまま、十日の旗巻峠の戦いを迎えることになる。一方、新政府軍には続々と援軍が到着していた。8月22日には、立林藩兵220名、9月3日には、五神兵第三大隊250名と、桜藩兵285名、 6日には、福岡藩、第二陣144名。さらに多数の増援が予定されていたが、市場総督らはこれで、十分と判断。仙台藩攻略を目指すことにしたが、旗巻峠西の福島藩は、列藩同盟側に健在であり、高庫の憂いを立つために1200名がこもる、旗巻峠へ兵を送ることを決定した。 新政府軍は兵を三体に分けて旗巻峠に攻め込む戦略を立てた。右に、長州藩に中隊と中村藩一小隊を配し、本堂を進む中央には、立林藩二百二十名と中村藩一小隊左の部隊には、鳥取藩六小隊と、砲兵、五神兵、広島藩、相馬藩一小隊を配した。右部隊は、 長州藩の戦闘力で旗巻峠北東の陣地2カ所を攻略させ、中央は旗巻峠の出撃を抑え、大兵力となる、左の部隊は旗巻峠の南にある、羽黒山に向かわせ、両線を伝って、皇帝の不利なく旗巻峠に攻め込む作戦だった。旗巻峠の仙台藩兵は16小隊であり、 前述のアームストロング法に加え、ようやくご操縦が揃いつつあった。また、陣地は本堂に幾重にも張られ、左右の山頂にも側面を抑える陣地を構築して守備に当たっていた。10日、新政府軍右翼を担う長州藩に中隊は二手に分かれ、長州藩領状態は単独で畑巻北東の敵陣地を目指し、 残る長州三番隊と中村半一小隊は北に迂回して畑巻峠の北口を目指した。北東陣地を目指した。両状態は紹介する仙台藩兵を蹴散らして前進するが、そのために居場所を察知されて高地からの射撃を集中された。仙台藩の装備もこの時点になると整い、戦術も戦闘経験から学んでいたために、両状態は前進できず、 山中に隠れて迂回する、選択肢を取った。だが安全のために大きく迂回したため、気がついた時には旗巻峠の北東陣地の遥か、北方の大内村にまで達していた。長州三番隊と中村範一小隊は、標高200メートルの山頂にある旗巻峠北口の陣地を目指していたが、 山頂からの仙台藩の銃撃が激しく、歴戦の長州藩であっても進むことはできなかった。中央本堂を進んでいた立林藩220名と中村藩一小隊も仙台藩の激しい抵抗の前に立ち往生していた。砲撃の援護を受けて両側の高地回り込もうとするものの、特に正面の守りだけに強固であり、一向に効果的な攻撃をできずにいた。 二方面で優位に戦いを進めていた仙台藩兵だったが、そのために注意は北と東に引き付けられていた。この隙に左翼の大軍、鳥取藩六正隊と、砲兵、五神兵、広島藩、相馬藩一正隊は南に回って、羽黒山の山頂に登っていた。羽黒山から旗巻峠は北へ 2km。しかも、両線の上を行くために、 標高差も少なく、その行軍を妨げるものはなかった。左翼隊は北へ前進を始めると、仙台藩は戦力を北と北東に取られていたこともあって、南側の山頂陣地を交戦もできずに奪われる。仙台藩は突然山頂を埋めた、新政府軍に驚きながら、戦力の配置転換を実行しようとするが、左翼隊の素早い寄せはその隙を与えなかった。 新政府軍は一斉に旗巻峠陣地になだれ込み、午前11時、仙台藩は総崩れで敗走を始める。仙台藩兵は北西にある、阿武熊川沿いの金山へと逃げ込み、旗巻峠を占拠した。新政府軍は、西の青葉と北西の大内村を抑え、そこでは、ぐれていた長州藩領状態と合流する。この日の両軍の損害は、新政府軍が、 戦死者7名に対し、仙台藩は戦死者46名。仙台藩最後の戦没者であった。戦闘前日の9日の事件で、宇和島藩の死者が御賢者屋を訪れ、仙台藩の死者、石本田島と面談していた。石本は和睦の可否について、死者の意見を聞いたが、死者は降伏謝罪の形でなければならないと、朝敵としての処し方を迫った。 10日、仙台藩で、再度の表議が開かれ、公選論者の松本は幸福は、問題外と主張するが、これまで、公選論であったカローラもすでに幸福論へと日ごとに、返事ており、石田正智遠藤和恵つらはこの日、明確に幸福を主張した。それでも、夕暮れまで、意見の対立は続いたが、その頃には旗巻峠の疾患の方が入り、 仙台藩の光線論に冷水を浴びせた。宇和島藩の死者に幸福を促されたことで、石本も幸福を迫るが、松本も、元として、これを譲らない。ついに藩主、吉国の判断で全てを決することとし、藩主の元へと過臣団は向かった。吉国は、病心となり奥に伏せっていたが、下級のこととカローラが判断を仰ぐと、ついに吉国は、 幸福を決断。仙台藩の母親戦争はこれをもって終了し、15日に正式に新政府から幸福を了承される。仙台藩は幸福後、幸福論を早くから唱えていた遠藤サネ大江田孫三郎を過労にし、高専派の過労は総退陣した。仙台藩の幸福を知った江本、肘片らは、 意見を翻すよう土壌してカローラを説得するが、すでに遠藤らによって固められた仙台藩首脳は、これを無視。榎ノ本らは、仙台藩に見切りをつけ、かねてから希望するエゾ共和国建国へ向けて、出航の準備を始める。仙台藩は、戦闘を止めるため、吉国自ら筆を取って各地に死者を送り藩主を、説得した。新政府には13日に、 幸福の生死を送り、15日に中村城で総督府側の死者榊原先蔵に幸福謝罪書を渡した。吉国は四季不行届による海戦を浴びた。河田は17日、幸福謝罪書受領の報告と仙台城の募集を通告し、吉国らには謹慎を命じた。この一連の流れに不満を爆発させたのは出撃命令を待ちわびていた。 学兵隊の星淳太郎であり、15日、最後の一戦をすべく、部隊を率いて、駒ヶ峰へ向かおうとしていた。この動きに驚き慌てたのは幸福派の面々であり、精鋭部隊の非対兵隊を止める兵力も持たない、ために、吉国不死を説得、言わぬままで吉国を走らせ説得させた。星は、元から、母親戦争の開戦前に装備と戦術の不備を 指摘していた人物だけに補給なく単独で戦闘することの無謀さをわきまえており、すぐにその説得を受け入れ、旧来の通り任務に戻って、兵を訓練する日々を送った。だが、一方では自分について来られる人員を選抜し、250人の兵員とともに出航する江本元艦隊に参加。後の函館戦争において、存分の活躍を見せた。 東北を舞台にした母親戦争は、米沢藩に続く、名主格の仙台藩の降伏によって、列藩同盟の敗北は、決定的となり、22日の会津藩の降伏をもって、同盟は消滅する。仙台藩は62万国から28万国に、大幅に減放された。公戦を支持した、過労6名のうち2名が、処刑、さらに2名が切腹させられた。 仙台藩の財政は壊滅状態に陥る。また、降伏後に過労となった遠藤らは、かつて自分を変色に追いやった高専派への攻撃を開始し、粛清や追放によって玉虫左太良数多くの優位の人材が失われることになった。ありがとうございます。